3話目になります。佐山悟1.4次編を語る丸1、佐山さんは長州さんの強さを感じてたと思いますの、私の動画配信に対してのコメント欄を振り返っていきたいと思います。お願いします。はい、よろしいですか。はい、カロパリスさん、はい、田村が KOK ベスト4になった時だったか、ゴン格かなんかで佐山と吉高博が田村を評論してたのを覚えてる。佐山は田村の構えを見ただけで一流とわかると言っていた、はい、吉高も田村を強いと思っていて、平直行にどうですかと聞いたら、平程度が大したことないと言ったとか、あいつは菊田にパワハラしてたり、ほんと腹黒。ちょっと待ってくださいよ、これ今読み上げちゃいましたけど、いいんですかこれ。ちょっとこのコメントもだいぶ憶測が入ってるような気もしますし。そうですね、あっち行ったりこっち行ったりしますね。まずじゃあ、田村さんが KOK ベスト4になった時、ゴン格か何かで佐山さんとシュートボクサーの吉高博さんが、田村さんを評論してたのを覚えてると。はい、で、佐山さんは田村の構えを見ただけで一流と分かると言っていた、で吉高選手も田村を強いと思っていたと。ちょっとここで一回区切りましょうか。はい、はい、いかがでしょうか。褒められたお気持ちは。ああ、はい、そうですね。まあ、佐山さんが、まあ、田村の構えを見ただけ一流と分かるっておっしゃった、おっしゃってた部分に関しては、やっぱまあ、佐山さん自身がそういう、なんていうんですかね、まあ、構え一つにとってみても、前足と後ろ足の重心だったり、はい、拳の、あの手のファイティングポーズ的なところの、はい、まあ、肘の角度だったり、拳の目高さだったり、はい、多分全体的に通して、その細かい部分で評価していただいたと思うんですけど、佐山さんこそやっぱりもう本当1980年代、70年代ですかね。80年代の時に、その強さを追求していくっていう部分で、はい、こう、時代を振り返っていくと、なんか素晴らしいなと思いますね。はい、で、新日本プロレスで1980年代で、80年代で、その佐山さんが、まあ、実際は1970年代後半だと思うんですけど、はい、目白ジムですかね、出稽古に、キックボクシングジムに出稽古に行かれて、その強さを追求していったっていうのは、もう当時でいうともすごく、レスラーがその出稽古に行くっていう時点で、画期的なことだと思うので。そうですね、まあ、ましてやその、まあ、カール・ゴッチさんは割と打撃否定派だった方なんで、そのカール・ゴッチの流れを組む新日本プロレスの中で練習をしていた佐山さんが、はい、打撃の方に開眼をして、うんうん、打撃のジムに行くというのは本当に画期的だったと思いますね、ここからある意味本当に日本の総合格闘技の潮流が始まっていると言っても過言ではないと思いますし、そうですね、だからもうテクニックでいうと佐山さんのその当時タイガーマスク時代の時でもその打撃に対する構えっていうのは素晴らしいというし、はい、その蹴り技一つにしても、あとは蹴り終わった後の体勢ですかね、それも素晴らしいので、だまあこれはやっぱありがたいお言葉ですね、清少年としてみるともう飛び跳ねるぐらい嬉しい評価でもあったりするわけですよね。嬉しい、実感が湧かないですね。なるほど。はいはいはい、湧かないです、はい。で、シュートボクシングの吉高選手も強いと思っていたと。はい、で、その後、平直行にどうですかと聞いたら、
平程度は大したことないと言ったとか、あいつは菊田にパワハラしてたり、本当腹黒。この方は何か関係者の方ですかね。これどこを拾い上げたらいいですかね。うん、まあまあちょっと流しましょうか。これは憶測も入ってたりもするでしょうし、はい、逆に田村さんは平選手に関してはどういうイメージをお持ちですか。ね、うん、あ、でも平さんは全然先輩なので、僕はそのシュートボクシングかな。時代、僕が入門して8年、9年ぐらいで、シュートボクシングか、ちょっとシュートボクシングを退団された時期だと思うんで、はい、うん、でも、悪い、僕はあまり悪いイメージはないです。うん、上プロ編集長も、平さんとは親交があるので、うんうんうん、まあ、全然そんな悪い印象はないと。うん、言ってた記憶がね、優しい方だと思いますね。あいつは菊田にパワハラしてたり、本当腹黒ってありますから、これ菊ちゃんに聞いてみたらどうですか。あ、でも菊ちゃんは、うん、はい、多分言わないと思います、ね。言わない。言わないってどういうことですか。だからカメラが回ってると言わないと思います。うん、ああ、それされてたっていうことですか。うん、それも含めて言わないですね。はい、それも含めて。謎としてカメラ回ってないと、毒舌をバーっと言いますけど。あ、ううまあ、毒舌じゃないな。うん、毒舌っていうか、こう、ボヤキングは出ますから。うん、はい。まあ、そこの、僕、毎回言ってますけど、はい、そこの菊ちゃんのボヤキングの方がすごく面白いですね。まあ、カメラ回ってない時の方が。はい。じゃあ、今度、隠し撮りしといてください。いや、隠し撮りはできないでしょう。できるけど、それを、うん、出せないですよ。それはそうですね。うん、はい、このコメントはここまででよろしいでしょうか。はいはい、次、カズさん。プロレスは強いか弱いかじゃなく、うまいか下手かじゃないですかね。うん。うん、で、三村美智子さん。うん、吉田と再戦はどう？はい。はい。これは田村さんへの投げかけだと思います。うん、プロレス強いか弱いかじゃなくて、うまいか下手。うん。うん、なるほどね。うん、これはね、やっぱいろんなスタイルがある中で、逆に僕1980年代のプロレスを拝見できて、はい、うん、まあいい時代で、いい時代で育ったなっていうのが素直な感想で、まあもちろん2000年代に入ってからのプロレスを見た方もいらっしゃると思うんですけど、はい、僕はまあ、見続けている中では、やっぱりその1980年代のアントニオ猪木率いる、長州、藤波、タイガーマスク、前田さんの、ああいう、ちょっとこう、戦いのあるプロレスを見れたのはすごく幸せだったなと思いますね。うんうんうん、で、まあ、プロレスは強いか弱いかじゃなくて、うまいか下手だ。じゃないですか。まあそこもすごく理解はしてまして、それうまいか下手かっていうのを今の時代ですかね、2020年の時代のプロレスがうまいか下手かっていうふうに感じてるんですけど、違います？これはまあ全般的にじゃないですか、この80年代、90年代も含めて。うんうん、プロレスは強いか弱いかだけじゃなくて、うん、上手いか下手かもあると。あ、でもまあ素直にこう文字だけで読み取るとプロレスは強いか弱いかじゃなくて、うん、上手いか下手かじゃない。うん。うん、まあその通りですね。あ、その通りですか。はい。はい、でもこの文面だけね、うん、パッと読んでしまうと、はい、プロレスは強いか弱いかじゃなく、うん、強いか弱いかを見るものじゃなくて、うんうん、上手いか下手か。うん、じゃないですかねというふうに続いているので、うん、強い弱いは関係ないんじゃないですかというふうにも取れますけれども。そうですね。これが強いか弱いかだけじゃなくというふうにだけが入ると、またちょっと意味合いが変わってきたりするんですけども。まあでも、見る側はいろんな意見持って、はい、いや、もちろんそうですね。うん、いいと思うので、うんうん、まあ僕がこれに似たような表現をするとしたらですね、うん、どうだろう、
プロレスは強くて、あ、プロレスラーは基本強くて、まあ、うまい。まあ、うまい下手か、うまい選手が理想ですかね。うん。僕の時代で言うと。あ、強くてうまい選手。はい。はいはいはい。まあ、強くて下手な選手もいますし、うん、弱くてうまい選手もいるかもしれませんし、それぞれ見る人の好みだったりもしますからね。うん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 、だからまあ実際今2020年のプロレスラーは弱い、強いか弱いかって言ったら弱いですね。あら？いいんですか？そんなことを言って。うん、うん、全然。で、うまいか下手かったらうまいですね。ああ、ははは。はい、でも基準が変わってるということですよね。そうですね。うん、あの、だから実際プロレスラーはもう、そういう、今の時代は、その強さの練習をしてないので、うんうん、強い弱いとかじゃない、もうプロレスっていう、そういうエンターテインメントのジャンルになっちゃってる、まあ、面白いか面白くないかっていう、はい、うまいか下手かっていう、はい、うん。面白いか面白くないかでいうと、どっちなんですか？プロレスですか？現在の。イベントとしては面白いと思いますね。うん、なるほど。はい。はい、ただ、同じ試合が、が重なると、あとはもう選手のこうネームバリューによってちょっと見方が、うん、知らない選手が、知らないっていうとあれだな、でもどうなん、まあ、あんまり深く追求しないでください。はい、わかりました。はい、まあ80年代のプロレスというのは、本当にさっき話の出た佐山さんがね、はい、目白ジムに通い出したとかっていうのは、まあ、佐山マーク・コステロ戦が1977年ですから、あ、70年代後半から80年代中盤ぐらいにかけて の、うんうん、はい、の新日本の総合的に持っている、抱えているエネルギーというのはすごかったですよね。はいはいはい、でそこから UWF が生まれていって、その UWF と新日本の業務提携時代も非常に混沌として面白かったですし、うんうん、まあ、この80年代のプロレスが、を見れたことは幸せだと思うという田村さんの意見に関しては全く同感ですね。あ、同感ですか。はい、うん、で、三村美智子さん、うん、吉田と再戦はどうっていう問いかけですけど。吉田と再戦、吉田秀彦さんだと思います。いや、吉田秀彦さんとは限らないんじゃないですか。誰ですかね、他に。吉田さんって誰かいますか。いや、わかんない。あの、女子の選手で言いましたよね。吉田真理子さん。真理子さん。はい、真理子さんでしたっけ。よし、全日、全日だったら吉田真理子さんって。はい。他に吉田、吉田光雄さん。ああ、吉田。でも再戦はどうって書いてありますからね。まだ初戦もやってないですから、うん、はい。これ、なぜ今再戦はどう、どういうことなんですかね。試合がまあ見たいっていう願望なんですかね。まあそれも含まれるでしょうし、うん、まあなんかこう、コメントしたかったんでしょうね。吉田と再戦はどう？大丈夫ですよ、そんな言い方で。うん、三村美智子さんという方は、これは女性の方なのか男性の方なのか、ちょっと。美智子さんだから女性じゃないですか。わからないですよ、それはもう、SNS は。そうです、これハンドルネームですかね。そうとは限らないところもあるんじゃないですか。わかりました。いや、美智子はだって女性でしょ。だからそれは美智子って名乗ってるだけかもしれないじゃないですか。なるほど。わからないです。これ、これ本名だったら、あ、それは大変申し訳ないんですけれども、ただこれは SNS の特性上、はい、どっちかはわからないですね。本名であれば、うん、あの女性だと思います。はいはいはい。はい、なるほど。吉田と再戦どう、まあこれはあれですかね、長州前田の再戦を見たいっていう願望と、同じ領域、はい、似てる感覚になるんですかね。どういうことですか。わかりませんか。わからないです。長州前田戦と吉田田村戦。長州前田戦って見たくないですか。僕の感覚で言う。ごめんなさい。これ見たいか見たくないかで言うと見たいんですけども、うん、いつの時代の再戦ですか。シングルマッチの。今ですか。2024年時点の再戦ということじゃないですね。その前田さんがレフリーストップで負けになった、うんうん、その時のまあ数ヶ月、年内、1年後と
僕、逆に90年代の前田長州戦とか見てないみたいですね。あ、そっちですね。はい、なるほど、うんうん。それこそ新日対ユインターの対抗戦があった頃の前田長州戦。うんうん、まあ、これがリングスのリングでやるのか、新日本のリングでやるのか、うんうん、中立のリングでやるのか、うん、そこはちょっと分かりませんけど、はい、非常にワクワクしますよね。いや、これもう、当90年代はもう、ワンマッチ、うん、長州前田のワンマッチで東京ドームいっぱいじゃないですかね。はい、いや、90年代で見てみたいですね。うん、なるほど、うん。見てみたいですか。はい、で逆に吉田、田村戦は、うんうん、もう、あの初戦があった、うん、あれ2004年ですか、2003年ですね。うん、3年か4年ぐらいですね。はい、ですよね、はい。からもう本当に半年後、1年後ぐらいの再生を見てみたい。ああ、うん、なるほど。見たいですか？でも、見たいですよ。それ見たいです、ね。あ、そうですか。もうあれでいいかなと思います。再戦したら僕勝っちゃうから。なんか今日何気に爆弾発言ばっかりしてますよ。大丈夫ですか？爆弾発言じゃない。爆弾。あのね、これはね、はい、選手の心理として、うん、吉田さんはもう僕とやりたくないと思います。ああ、なるほど。うん。はいはい、はい。膝ぶっ壊れてるって後から聞いたので。うん、いやいや、そうでしょうね。ボブサップだって、うん、タムちゃんのあの陰謀。はい。あ、タムちゃんって言っちゃって、タムラさんの陰謀が一番痛かったって言ってましたから。はい、うん。あ、そうですか。一番効いたって言ってました。はい。何気にこう、破壊王ですよ。だから吉田戦は、ローをもう少し、こう、戦略的に、僕が攻めればよかったかなと思いますね。うんうん、もう組んじゃったのが。だから僕も反省点はありますけど、うん、もうね、一発勝負なんで、うん、もう負けは認めてます。うん、もう負けは負けなので、はい、その、送り襟締めでした、はい。で、あれを決められ、もう綺麗に、それはやっぱもうギブアップなんで、僕は。袖車だったかな、ちょっと。送り襟締めだと思いますね。でしたっけ、はい、はい。袖車だったかな。もうここら辺が本当に情けないですね。まあでも、はい、負けは負けなので認めてますけど、ただ再戦ってなると、向こうが多分吉田さんの方が嫌だと思いますね。はい。いやー、あの試合は本当に面白かった。面白かった。本人を目の前にして言うのもなんですけど、非常に面白かったです。そうですね。もう一個だけ、あそこは。あれぞ一種格闘技戦ですね。ああ、確かにそうですね。もう勝たないとダメですね、やっぱ、あれは。なるほど、うん。はい。はい。では、今日は非常に濃いお話を聞きました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。